医師免許証医師国家試験とは、国家資格の一つである、医師免許を取得するための国家試験。医師法第11、12条の規定に基づく、受験資格を有する者を対象として、毎年2月中旬頃に施行され、その規定は、医師法第9から16条に定められている。医師免許は、厚生労働大臣より、個人に与えられる免許であるが、 取り消し処分や不要となった場合は国に返納することができる。住所居所氏名などの管理は都道府県知事を経由して報告され、氏名、年齢、性別が公開される。新規取得、登録などは保健所が窓口となっている。医師国家試験の合格率はほとんどの都市で90%前後以上と非常に高いものとなっているが、これは医師国家試験は 医学の正規の過程を収めて卒業することが受験の前提条件とされているためであり、受験者が医学部在学中、卒業生に限られるためである。医学部医学科の入学試験の難易度及び競争率は、国公立大学、私立大学を問わず非常に高いという点を考慮すると、決して簡単であるとは言えない。そして、医学部医学科は、医師国家試験の合格率が、 大学の評価に直結することも少なくないため、理学部や工学部などに比べて進級及び卒業の要件は厳しい大学が多い。医学部入試に合格した後、最終学年にまで進級し、さらに卒業試験に合格して医学部を卒業するまでの一連の過程が必須となっており、結果的に医師国家試験にほぼ合格できる知識を備えているとみなされたものだけが受験できる。 そのため、必ずしも、試験問題自体が容易であるということではない。前述の合格率である上位90%前後に、入る程度の学力のあるものでも、必修問題の絶対基準を満たすことができずに、不合格になる場合が少なくない。また、医学部医学科を卒業することにより、医師国家試験受験資格を得ることができるが、医師免許は、厚生労働省の定めた、 医師臨床研修を開始するタイミングで取得していれば問題は発生しない。そのため医学部医学科卒業と同時に医師免許を取得する必要はなく研究分野へ進むものなど受験しないものも一定数存在する。近年ではカリキュラムの一部に医師国家試験予備校の授業や模擬試験を採用するなどの対策を講じている医学部も少なくない。 医師国家試験予備校として、メックやタケイム、オンライン試験対策サービスとして、メズ4や9アシストが主に利用されている。比較対象としては同じく難関とされる、司法試験は40%前後、一級建築士が10%前後、受験資格不問の国家資格試験では公認会計士、試験、不動産鑑定士試験、 第一主電気主任技術者試験などが10%前後であり、採用試験である国家公務員、総合職採用試験が15倍前後の倍率となっているが、特に医師国家試験は受験要件と合わせ、災難関係の資格試験と名高い、医師法第11、12条の規定に基づく。なお、医師法に直接記載されていないが、試験実施年の3月中までに、 大学の医学正規課程を卒業する見込みの者も,のも厚生労働省の告示に基づき受験資格を得る。厚生労働省より公示される試験内容は以下の通りのみ。試験内容は上記の通りのみで、司法試験や公認会計士試験のように出題科目が限定されているのではなく、USMLE のような段階的でもなく、基礎医学、臨床医学、 社会医学などすべての医学関連科目が出題範囲である。また、科目ごとの試験ではなく、すべての科目を取り混ぜた総合問題形式である。それぞれの専門分野から選出された医師国家試験委員によって考案され出題される。4年に一度、医師国家試験出題基準が出され、概ねそこに列挙された項目、疾患。 証拠等を基本として出題される。各回が下記の内容で構成された計400問の選択肢問題で A、回ブロックに分けて2日間の日程で実施される。問題冊子は全ブロックで問題文と別冊に分けられており、別冊には問題文が参照する検査画像や写真、図などが含まれる。また、マークシートは記入欄が 縦並びと横並びのパターンが存在する。必修問題は主に医師としての常識や医学部の臨床実習の達成度を図ることを目的としている。基本的な内容の出題が総論、各論より多めであるが、各学生や各大学で臨床実習の内容は異なってしまうため、結局は試験対策が不可欠である。さらに必修問題は、 臨床現場での判断が問われたり学生としての知識範囲を超えた問題も出題されたりするため、医師としての常識が必ずしも学生にとって簡単というわけではなく、成績上位の学生でも対策に苦労せざるを得ないのが現状である。特典は必修問題では一般問題を1点、臨床実地問題を3点、格論、総論問題では全問を1点としてそれぞれ別に、 計算され、不適切問題の削除等の特典調整を経て、工実の合格基準をすべて満たした場合に合格となる。なお、各回の問題及びその正当例については、合格発表後の毎年4月頃に、厚生労働省ホームページに掲載される。以下をすべて満たしたものを合格とする。必修問題で採点除外などの調整がなされた場合は、 採点対象の問題について8割以上の得点で合格となる。また、近畿市の選択数は3問以下などに変更されることがある。医師国家試験の合格率を見てみると、第1から100回までの平均では84.2%であったが、近年は80%台後半を推移している。1970年代前半までは極端に、 合格率が高い時代が続き、看護婦試験より優しい。よほど出来が悪いか、サボっていなければみんな合格するという状況になっていた。1973年、日本医師会の竹見太郎会長は、厚生大臣に対して、極端に合格率が高い医師国家試験の見直しなどの申し入れを行った。北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、 石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県の12都道府県で行われる。東京都には、例年全受験者の3割以上の人数が集中するため、受験会場が2箇所設けられることが多い。ありがとうございます。